中村俊介は足元にも及ばない。城彰二が驚かされたマリノスの天才ミッドフィールダーがこちら。2021年10月30日、元日本代表の城彰二さんは自身の YouTube チャンネル「城チャンネル」で横浜マリノス時代のエピソードを語っています。城彰二さんが語ったのは、中村俊輔の足元にも及ばないと言われる天才ミッドフィールダー上野義晴さんについてですが、上野義晴さんがどんな選手だったのかについて紹介します。城彰二さんが語る中村俊輔選手も及ばなかった上野義晴さんとは、城彰二さんといえば日本代表としても活躍したサッカー選手ですが、その城彰二さんが自身の YouTube チャンネルである「城チャンネル」で2021年10月30日に横浜マリノス時代のエピソードを語っていました。城彰二さんは高校1年生だった1994年にジェフユナイテッド市原に入団し、プロ入り4年後となる1997年のシーズンに横浜に移籍しています。城彰二さんはその当時のメンバーリストを眺めながら、その年に桐光学園から加入してきた中村俊輔選手について当時の印象などを語っていました。城彰二さんから見た当時の中村俊輔選手のことを次のように語っています。俊輔はプロの世界に入ってきた時、本当に細くて当たりも全然強くなかった。天性のパスセンスはすごかったけど、体を寄せられたりするとうまくいかなかった。そんな風に城彰二さんは中村俊輔選手のことを語っていますが、それでも中村俊輔選手のセンスはやはり抜群だったようです。また城彰二さんは中村俊輔選手のことを次のようにも語りました。フィジカルトレーナーとマンツーマンでトレーニングをし、メキメキと体が強くなっていったのをよく覚えている。センスはすごい、欲しいところにボールが出てくるし、ここ見るのというところにパスを出せると絶賛しています。ただ城彰二さんにとって中村俊輔選手という天才レフティよりも驚かされた名手がいたといいます。城彰二さんによると、中村俊輔選手は1年目の時は他にたくさんのいい選手がいたから埋もれていたそうです。そして中盤で言うと、やはり上野義晴さんだったといいます。上野義晴さんは武南高校で1年から10番をつけていて、センスの塊だったと城彰二さんは語っています。また城彰二さんは、いやー義晴はやばかったよ。パスの出し方とかボールの受け方は独特だったね。あの人は本当によく見えていたと中村俊輔選手以上に絶賛しています。上野義晴さんは城彰二さんよりも2歳年上で、武南高校の1年の時に10番をつけて高校選手権で準優勝し、天才ミッドフィールダーとして脚光を浴びました。またプロに入ってからも14シーズンにわたり横浜マリノス一筋でプレーしたクラブのレジェンドでした。また上野義晴さんの人柄は、温厚な人であまり人と話さない、寡黙にやるタイプだと城彰二さんは言います。日本代表での出場回数は1試合のみで縁がなかったものの、横浜マリノスの中でその存在は特別なものだったようですね。城彰二さんが横浜マリノス時代に中村俊輔選手でも足元にも及ばないと言われる上野義晴さんとはどんな選手だったのでしょうか。当時の横浜マリノスを支えていた選手ですから、多くの人が知っていておかしくはなさそうですが、残念ながらサッカーに詳しくない人にとってはあまり知られていないかもしれません。次の項目からはそんな上野義晴さんの経歴などを紹介したいと思います。上野義晴さんはどんな選手だった。上野義晴さんは埼玉県浦和市立大原中学校3年の時に全国中学校サッカー大会で優勝し、高校は強豪の武南高等学校に進学しました。武南高等学校では1989年度の全国高校サッカー選手権で準優勝、1990年度はベスト4、1991年度はベスト8進出に貢献しました。また1990年には日本ユース代表に選ばれ、1991年の高校3年生でバルセロナ五輪予選代表に選出されています。もうそれだけで上野義晴さんがいかにすごい選手だったかがわかりますね。上野義晴さんは高校を卒業後は早稲田大学に進学し、
1992年に全日本大学選手権で準優勝に貢献しているものの、その後は出場機会がなく、1994年に早稲田大学の足利蹴球部を退部しています。その後大学を休学して横浜マリノスに入団し、初年度は15試合に出場して1得点を挙げています。またアトランタ五輪代表の候補に選ばれ、同じ学年の小倉隆史さんや前園真聖さんらと共に中心選手として期待されていました。しかしその年の天皇杯で大怪我を負ったことから選考から外されてしまい、1995年以降は横浜マリノスでも出場機会がなくなってしまいました。しかし攻撃的ミッドフィールダーだった上野義晴さんですが、1997年に就任したハビエル・アスカルゴルタ監督によってボランチに変えられたことが転機となったようです。1999年から2000年に主将も務めるなど、クラブの中心選手として活躍し、多くのタイトル獲得に貢献しています。2000年には日本代表に選出され、6月6日にモロッコで開催されたハッサン2世杯のジャマイカ戦で代表デビューしています。しかしこの試合が上野義晴さんにとって最後の代表の試合となりました。また2002年にジーコ監督の下で一度は日本代表に招集されたのですが、出場機会はありませんでした。そこから5年後の2007年12月1日、クラブから来季の契約を更新しないことが発表されました。そして2008年に横浜マリノスのマッチデープログラムの中で引退したと明記されましたが、上野義晴さん自身は正式に引退を表明していませんでした。その13年後の2020年5月26日、横浜 F ・マリノスの公式 YouTube チャンネルのトーク番組「俺らの雄三」の部屋で、栗原雄三さんも引退後の上野義晴さんの行方は知らないと語っています。それを見た視聴者からは、異世界に召集されたのではないか、といったコメントがありました。現在49歳になっている上野義晴さんは、今から14年前の2008年に横浜マリノスを引退しているはずですが、その後はどんな活動をしているのか分かっていないようです。武南高等学校時代から天才的なプレーで将来を有望された上野義晴さんは、日本代表にも選出され、13年間のマリノス時代では多くのタイトル獲得に大きく貢献しました。しかし上野義晴さんが34から35歳の2008年に引退し、その後の行動が全く分かっていないというのは不思議です。城彰二さんが語っているように、上野義晴さんはあまり喋らない寡黙な人柄だったそうです。松田直樹さんによると、2001年にマリノスが残留争いに加わっていた時、選手同士で本音を言い合うためのミーティングを開催したのですが、上野義晴さんが挙手した時にはミーティング室がどよめいたそうです。そんなことから、上野義晴さんは普段はめったに発言することはなかったようですね。また同じように坂田大輔さんはインタビューの中で、試合でミスした時に上野さんは必ずこっちを見る、何も喋らないけど無言の圧力が怖かったと語っていました。まとめ、城彰二さんは自身の YouTube チャンネル城チャンネルで2021年10月30日に横浜マリノス時代のエピソードを語りました。今回は中村俊輔選手が足元にも及ばないと言われる天才ミッドフィールダー上野義晴さんについて紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。